たいシーンや花丸をあげたい人たちに迫るコーナーです。今回はですね、以前一度取材した子どもたちのためのスポーツスクール、サムライスーパーキッズスクールが新たな取り組みを始めたということで行ってきました。サムライスーパーキッズスクール、元プロフットサル選手の中野瑞希さんが中心メンバーの一人として運営するスポーツ教室です。子どもたちが楽しく動きを学べるよう動物の真似を取り入れるなど、そのプログラムにはさまざまな工夫が。この場で動かしてるだけで楽しいからな。運動神経の発達だけではなく、心の発達を促すようなトレーニングを大切にしているのも大きな特徴の一つです。あれ、賢いね。賢いね。多いね。運動能力とはまた別に、評価、こう見て評価できないもの、コミュニケーション能力だったりとか、協力性とか忍耐力とか、なんかそういうものも、こう子どもたちにとってはこれから生きていくためにすごい大事だなっていうのが思ってて、毎回トレーニングで1つや2つぐらい入れて評価して、こういう成長が見られたっていうところまでやっていくのも1つ目指してやってます。子どもたちにとってより良いプログラムを作るため、ミーティングが遅くまで続くことも。子供たちのために遅くまで考えてくれてるんだ。こういうおばあちゃん高齢者にやってるゲームとかは、子供が楽しくできるから、いろいろな動画を見ているとたくさんの気づきがあるそうです。今動画でなんか普段子供たちに教える遊びの内容とかを探してたりもするんですけど、なんか結構 TikTok ライトを使うことが多くって、見た分だけポイントがたまって、そのポイントを電子マネーに交換して、じゃあ侍で必要な物品買ったりとかっていうので活用してます。最近やったらマッカーとか本見てポイントたまるの。でもよくなんか共有とかしてくれるやん、これめっちゃ良かったですみたいな動画とか、そういうのでなんかまあ見れば見ることたまるってなったら、それ侍にもと使っていけるし、すごっ。もはや動画は見るだけではなく、活用するツールとして欠かせないものなんですね。めっちゃいいと思います。なんか、インプットめっちゃ大事だなっていうのがあって、やっぱそういうのもこう今まで自分たちがアスリートでやってきた運動ももちろんあるんですけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱ子どもたちに必要なものっていうのをどん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 こう新しいものを見て取り入れていくっていうのはすごいみんなで大事にしてるものなので。新しい試みはこれだけにとどまりません。より多くの人に自分たちのプログラムを知ってほしいと、オンラインでの指導にも力を入れています。最初それこそコロナが流行った時ぐらいから、こう集まらなくてもできるような運動って何かないのかな、画面の中に入らなきゃいけないので、たくさん動くような動きとかはこう再現性がないよねっていう話があって、でこうヨガマット1枚の上でできる運動って何やろ。こちらが実際のオンライン教室の様子です。あ、いいね。保護者の送り迎えの負担が減るだけではなく、子どもたちにとっても思わぬメリットが。子どもたち同士でコミュニケーションも取ってるんで、例えば本当に遠方の子どもたち同士で友達になるとかっていうのも出てきてて、すごいいいなと思って見てます。従来の価値観にとらわれない中野さんたちの挑戦はまだ始まったばかり。子どもたちの可能性をたくさん広げて、何にでも挑戦できるような子どもたちが増えたらいいなっていうふうに思っていて、じゃあそのためにまず運動能力を上げることで、じゃあ何のスポーツやっても
子供たちが挑戦できたも力を入れています。最初それこそコロナが流行った時ぐらいからこう集まらなくてもできるような運動って何かないのかな、画面の中に入らなきゃいけないのでたくさん動くような動きとかはこう再現性がないよねっていうの話があって、でこうヨガマット1枚の上でできる運動って何やろ。こちらが実際のオンライン教室の様子です。わあいいね。保護者の送り迎えの負担が減るだけではなく子どもたちにとっても思わぬメリットが。子どもたち同士であのコミュニケーションも取ってるんで、例えば本当に遠方の子どもたち同士で友達になるとかっていうのも出てきててすごいいいなと思って見てます。従来の価値観にとらわれない中野さんたちの挑戦はまだ始まったばかり。子どもたちの可能性をたくさん広げて何にでも挑戦できるような子どもたちが増えたらいいなっていうふうに思っていて、じゃあそのためにまず運動能力を上げることで、じゃあ何のスポーツやっても子どもたちが挑戦できたりとか上を目指せたりとか、そういう場所を作れたらいいなっていうふうに思ってます。リモートっていう家でこうできるっていうこのシステムが ね、より良い家ですよ ね、素晴らしい。俺もそれできてればね、池谷幸雄さんみたいになれば。慣れてねえよ。聞いたことない、お前が体操選手目指したなんて。こうやってね。何やそれ。あ、こっち弟直樹さんの。どっちもいいわ、お前走り方。飛び方飛ぶ前やろ。ねえねえそんな。さあ、夏美いかがでした。 TikTok ライト、ちょっとや気になりますね。え、ポイントが見るだけで溜まっていくってことなんですよね。そうですね。でそれがまた子どもたちの元へ帰っていくっていう、ね、すごいいい仕組みですよね。すごいいいサイクルですね。うちのスタッフもですね、TikTok ライトやっていて、あ、なんだ、およそ2週間で。なんと1200円分のポイントが貯まったみたいです。すごいな。すごい。見るだけで。見るだけですよね。マルスポのスタッフさん、みんなやってください。そしたらあの。